やっぱりこの A1 ぐらいの子供が左手和音で、うん、ラドミの和音だったりラレファだったり、これすごくね、ちっちゃい手でこの和音を演じるってすごく難しいことだと思うんですね。いくつかポイントがありまして、最初にも申し上げた内容をもう一回言いますけども、このアナリーゼ作業、先生たちがやるアナリーゼ作業っていうのは、とにかく自分でこうじゃないかなとか、それから考えたこと、発見したこと、それからこう弾いたらいいんじゃないかというアイデアですね。これはね、どん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 楽譜に自分の言葉として書き込んでってください。で、書き込み方は2つありまして、1つは文字で書く。